イヌイットは、アラスカ州やグリーンランドだけでなく、カナダ北部、とりわけヌナブト巡州やヌナビク、ヌナツヤブトそして、ノースウェスト巡州にかけて住んでいる。伝統的なイヌイットの音楽は、知られている限りでは最古である部曲に使うドラム、そして、カナダや外国で注目された形弱と呼ばれる、歌唱スタイルが基礎となった。 イヌクティクット語には西洋的概念に影響された聴衆や民族、音楽学者の想定する音楽という言葉が伝統的に存在しない。民族学的調査では音楽の概念自体が彼らの文化にないことを示唆している。一番近い語である日比は音楽や演説の声、雑音という概念を含んでいる。商業的録音技術が確立される以前はイヌイットの音楽は 単純に子守歌として用いられたばかりでなく、狩猟やギャンブルの成功を精霊に祈願する霊的儀式に一般に使われていた。イヌイットの音楽は、労働家や愛を歌った音楽の霊鉄的不足が長い間有名であった。これらの初期の音楽的特徴は、ヨーロッパの水腐、特にスコットランドやアイルランドから来たものの影響で変化していった。アコーディオンのような楽器やドラムが普及し、 ジグやリールのようなダンスが一般的となった。20世紀にはアルスター・スコットから派生したアメリカのカントリーミュージックがイヌイットの間で特に人気となった。ネトルはイヌイットの音楽における以下の特徴を載せている。カナダ放送協会は1961年にノースウェスト順州のフロビッシュ・シャーベイにて AM ラジオ局 CFFB イヌイット地域における音楽を 放送してきた。チャーリー・パナガーニークは、初期のレコード界のスターであるイヌイットとして有名であり、今もなお、ギタリストとして活躍している。しかし最も有名なイヌイットの演奏家は、スーザン・アグルー・カークとターニャ・トガック・ギラスである。グリーンランドでは、イヌイットのヒップホップクルー、ニューック・ポッセが1985年に結成され、カラーリット後によるラップで活躍している。 インターベイング・イヌイト・エルダーズグロッサリフロム・ヌーナベット・アークティック・カレッジ・ハットニピエイジューレック・リビング・ディクショナリー2007年11月17日閲覧アリマ・イー・ザイ・スキモードラム・ダンス・アーカイブド2011年8月30日アット・ザ・ウェイ・バック・マシンアーティック・ノース・アメリカ27ヤン1974デート・アクセスト 06ジャニュアリー2020ありがとうございます。